2020年電験三種試験受験された皆様大変お疲れ様でございました。今回からですね、2020年の電験三種の問題解説ということで、順次問題を解説していきたいと思います。それでは第1回ということで、理論科目の問いの1、こちらについて解説をしていきたいと思います。図のように、紙面に平行な平面内の平等電解 e v ルの中で、2ークーロンの点電化を点 A、 から点 B 点 A から点 B に移動させて、さらに点 B から点 C まで移動させたということですね。で、この移動に外力による仕事 W イコール 14J を要したと言っております。まあ、ここでポイントなのが A から B まで持っていって、で C のところに行くと。これ合計で14なんですね。で、このエネルギーの考え方なんですけども、まあ、 下の方にちょっと書いてありますが、電解中を電荷移動させるために必要な力というのは、まあ、F イコール QE という公式ですね。これ単位ニュートンなんですけども。で、えー、これ今、電荷はですね、プラスの2クロンなんですね。はい。で、プラスの電荷を、はい、今、電解が左から右に向かってかかってますから、えー、まあ電位で言うと左側がプラスなんですね。 そうすると、プラスの方向に向かって、プラスの電荷を持っていくためには力が必要です、はいで。力を加えて持っていくということは、右から左に動かすときはエネルギーを必要なんですね。でところが、はいえー、この斜め右下に行ってますけど、これって、えーまあ、電荷の方向で言うと、えー、左から右に向かって動かしてるんですよね。ってことは、えー 電位が低い方になりますので、実際にはこれエネルギーを今度、まあ、もらうっていう方は難しいんですけども、まあ、簡単に言えば、えー、右から左に持っていくときは手で押さなきゃいけないんですけども、左から右のときは手離したら勝手にこう、電荷がスッと動いてくるような感じ、まあ逆に言うと自分を押してくれるようなイメージなんですね。なんで、えー 右から左は、まあ、エネルギーをプラスで与えていく方向なんですけども、えー、左から右の時は逆に電,電荷からエネルギーをもらう形なんですね。まあ、要は、えー、与えたエネルギーの一部を返し,てくれる返してくれるようなイメージなんですよ。まあ、ちょっとね、わかりづらいかもしれないんですけども、はいまあ、簡単に言えば、磁石だとわかりやすいですね。磁石で、はいえー、と N 極のところに、この N 極の磁石を、ね、手で持って でずーっと押していくと、押していくとね、当然、まあ、力が必要なわけですけども、でこれ逆に、えーまあ、反対方向に戻していくときって、勝手にこう磁石がこう、まあ、力を加えるのやめてば、スッと、まあ、逆に自分を、手を押してくれるようなイメージで戻ってくると思うんですよね。はい。まあ、全く同じことが言えます。はい。じゃあ、具体的に今回、電位って聞いてます。 で、ちょっとこの力とエネルギーの関係をね、改めて確認をしていくと、まず、電解中に置かれた電荷を動かすときに必要な力というのは F、F イコール QE。で、これが単位はニュートンです。で、えー、エネルギージュールというのは、えー、かけている力と移動させた距離、はい。これをかけたものがエネルギージュールなんですね。はい。 で、この定義をたはめて考えてみると、1クーロン、Q イコール1、1クーロンの電荷を1ボルトパーメートル、はい、いいですね。1ボルトパーメートルの電解中、1メーター動かすのに必要なエネルギーが1ジュールっていうことになるんですね。はい。で、えー、もうちょっと突っ込んで考えると、1ボルトパーメーターの電解中1メーターってことは、これ、電位が1ボルト、まあ、高くなってるっていうことなんですね。 そうすると、プラスの1クーロンを1ボルト電位が高いところに移動させるのに必要なエネルギーが1ジュールって考えられるんですよ。まあ、えー、まあさっきは磁石の例で言いましたけども、まあ物体をこう上に持ち上げるようなもんですよね。簡単に言えば。はい。で、今じゃ状況を見ていきましょう。はい。えー、A から B まで一回持って 持ち上げたんですけども、まあ、持ち上げたっていうかこう押していったんですけども B から C の間逆に押し返されてるみたいなイメージなんですよね。で、これ斜めだからっていうふうに考えるんですがここで冷静に見てみてください。これ、電界が左から右に向かって直線上にかかってるってことは、まあ、等電位線を書くとこうなるわけですよ。まあ、ちょっとごめんなさい。斜めになっちゃいましたけど、等電位線を書くとこういう方向なんですよね。で、あくまではい。 えー、エネルギーの大きさっていうのはこの、電位をどれぐらい持ち上げていったか、上げていったかって関係するんで、斜めってね、実はね、そんなに気にしなくていいんですよ。まあ、例えば、まあ、力が小さくて済むんでね、押し返してくる力が、斜めに動かしてるときって。で、実際にはこの、えー、まあ、簡単に言えば、電界の方向と、えー、まあ、同じ、まあ、水平方向、同電位線で言うと直角方向、垂直というかね、この方向の、 距離だけ考えればいいんですね。そうやって考えると、どうでしょう、これ。今、C 点、C 点っていうのは、はい、A 点から水平方向の距離で言うと、0.7、え、メートルなんですよね。A から B が1メートルのうち0.3戻ってますから、C 点って水平方向で言うと0.7メートルなんですよ。で、0.7メートルを2空論、はい、 動かしたとき 14J なんですね。はい。で、今下で書いたように、1クーロンを 1V 動かすと 1J なんですよ。ってことは、はい。2クーロンで 14J ということは、はい。えー、まぁ C 点。C 点の電位っていうのは、7VA より 高いっていうことになるんですよね。高いってことなんですよ。で、注意してほしいのが C 点の電位はなるほど 7VA より高いのかと。で、A から C の距離はって斜めで見るんじゃなくて、あくまでこの水平方向だけの距離。ここで見るんですよ。で、そうするとね、A から0.7メートル離れたところが 7V なんだったら、じゃあ1メーター離れたら、 比例の計算ですよね。0.7が7だったら1は10じゃないのっていうことで、B 点の電位は10ボルトとわかるんですね。まあ実際こうやって聞くとこの問題って、え、じゃあ計算ってほとんどないじゃんっていう感じなんですよね。なんですけども、そうですね、これ結構ですね、この電位とかをしっかり把握してないと解けない問題で、 あの、わかる人にとってはものすごく簡単なんですけども、ちょっとわからない人にとっては本当に難しいと思うんですよね。まあ、かなり本質をついた問題で、まあ、はっきり言うと非常に良い,い問題だと思います。でも、いかがですかねどれぐらいの方がこれ解けたかなっていうのはちょっと、私としては若干疑問なところは残るかなって思います。まあ、ただ、えー、まあ、繰り返しになりますが、非常に良い問題で、この電位っていうのをね、理解するためにはもうかなり、 重要な問題になります、まあ。ぜひですね、ちょっと、え、わかんなかったなっていう方はですね、えー、改めてこの問題、しっかりと学習していただければなと思います。結構、あの、電験二種なんかにも役立つ考え方だと思いますので、ステップアップ目指されている方は、ぜひ、再度この問題を研究していただければと思います。えー、それでは、えー、理論の問いの一の解説については、以上とさせていただきます。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 当チャンネルでは電気工事士、電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。